ディズニーランド行きます。今日はディズニーランドじゃなくてディズニーシーだよ。緊急事態宣言中でお出かけできなくてストレスたまりますね。今回は以前行った旅行の動画をお送りします。動画を見て少しでも旅行気分を味わっていただけたら嬉しいです。というわけで今回は集中しやすいよう Vlog 風でお送りします。アリスさん、ほい、走らなくていいよ。ミッキーの電車乗りますよ。アリさんどうですか？楽しみです。イエーイ。ピース。おーい。リガー？イエーイ。ピッタラクシーってる変だよ、なんか。昨年の11月、今と比べれば感染者数も少なかったですが、しっかりとコロナ対策されてました。はい、チーズ。ディズニーの入り口って見ただけでワクワクしますよね。Cに行ったら被るやつを買うと約束していたので、早速お店に買い物へ。ちょうどクリスマスシーズン、あちらこちらにツリーなどが飾られていました。ほら、アルちゃん見てるね、綺麗。今回の旅行は第1回目の緊急事態宣言などで外に出れない子供たちへのじいじとばあばからのプレゼント、妹のゆりちゃん、いとこのりゅうくん&はるくんも参戦です。 OK。広がったアリエルの世界に子供たちは驚きっぱなしだったみたいです。
待ちに待ったお食事タイム、腹ペコですね。さあお腹を満たされたので、いよいよ子供たち待ちに待った乗り物タイム。どういった？ママいるかな。帰っちゃダメだと思うよ。ママ一人なの。はい、あの晴れと待ってる。ママどこだ。はい、じゃあま。動画でーす。動画じゃない、動画だよ。うわ、動画マン、みんなピース、みんなピース。わー揺れる。はい、行くよ。あれ、お母さんは、ベビーカー大変。あ、そっか、バイバイって。これでバイバイしてる。パパ、待ってさ、これがさ、本当ここにあってさくらミッキーだったんだよ。そう、そうなの、見たかった。うん、すごい。またパパ、パパ何人いんだよ。ほらほら、一回怒られればいいのに。
みたいなんで。ゾンビのパパ、巨人のパパ、パパイコールゾンビってこら。いつの間にか夜の帳が辺りを包んでいました。楽しい時間も終わりです。小さな腕に可愛いぬいぐるみと楽しい思い出を抱えてさようなら。彼らはいつまで覚えてるんでしょうね。今の気持ちはどうですか？楽しい。楽しい。それミッキーに見えるんだけど。出てくる。やっぱりアクア。あなたはどうですか？楽しい。楽しい。はい。アクア。何？二段ベッドだったり、ボタンを押すと鏡の精が出てきたり、大きな鍵があったり、子供心をくすぐる仕掛けがたくさん。うん、今回お泊まりさせていただいたお部屋はカエルがモチーフになっていました。部屋ごとにモチーフが違うそうです。
もう部屋取りしてんの。ディズニーからも近く、親子連れでお泊まりするのにおすすめです。さすがヒルトン。カメラ見て思いっきり遊びまくり疲れ切って即熟睡でございました。朝食を飛び終わったのんびりタイムの一コマ。うわ変な顔のやついる。うわうわ変な顔。うわちっちゃるい。あいやーいいくんすごい大丈夫じゃない。大丈夫なんだよね。バン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 。だってリー君がこの前身体測定やってきて、あれリー君何センチだった？121センチとかあった。120。あ、やめてか。コンプレックスで小学生とか歩いてたんだ。でも男の子でよかったね。そう、男の子だとやっぱちょっと5歳だよ。うちでリュークだよ。でかいか、ほんとでかいんだ。アンパンマンだね。それアンパンマン、リアちゃんって言うじゃん。かっこいい。アイちゃんも、なんか小さくて言ってたんだけど97センチとか言った。何かっこいいだよ。本当に小さいだけ。ああ。間違いおじさん。マリタインジンジン。なんだこれ。動画でやっぱりおじさんは動画担当。ブーブー。旅の終わりの記念撮影大会、最高に楽しい一泊二日でした。コロナの終わりを願いつつ、最後までご視聴ありがとうございました。